どうも、うるまです。本日の動画はですね、はい、今回もザラさんでお買い物してきたので、アイテムの方ですね、紹介していこうと思います。で、今回はですね、少し趣向を変えてみまして、いつもはアパレルを中心に紹介してたんですけど、今回はザラのシューズを紹介しようと思っております。で、今回買ってきたのは一足なんですけど、で、他にもですね、いいなと思ったものがあったので、今回は、もう今ザラで買える、おすすめのシューズ5000っていうところで、購入したものと含め、いろいろね、紹介していこうと思っております。いや、結構ね、ザラのシューズって、秀逸なデザインのものが多くて、まあ自分の周りとかだと、メンズよりかは女性の方の方が、ザラのシューズだったり、あとバッグもちょっと多いかな。結構取り入れる方が多いんですけど、結構メンズの方はそんなに多くない印象なんですよ。自分の印象としても、メンズのザラのシューズって、なんかちょっと足りないなとか、ちょっと惜しいなと思うのがあったんですけど、最近ここに来てですね、ほんと良くなってて、で、今回買ってきたアイテムもそうなんですけど、他にもね、ほんとにいいラインナップが今店頭に揃ってたので、結構今の季節って3月だと、まだまだ寒かったりとか、まあ、少し暖かくなってきたりとか、ちょっと恥ずかしいだったりするので、結構バッグとかシューズとか買い揃えるタイミングだったりもするので、もう少しでもね参考になればと思っております。はい、それでは早速ですね、まずは買ってきたスニーカーから紹介していこうと思うんですけど、今回買ってきたシューズなんですけれども、こちらになります。はい、こちらのスニーカーの名前がですね、オープンハイキングランニングスニーカーとなっておりまして、デザインで言うとこんな、近くで見るとこんな感じですね。はい、結構変わったデザインですよね。まずこちらのスニーカーの価格なんですけど、今回7990円で購入してまいりました。パッとね、店頭で見た時に、まあ、特に高見えするデザインだなと思ったんですよね。で、今商品ページを見てるんですけど、商品の説明文には、ブラックランニングスニーカー、アッパーにブローキングディティール、コンビ素材、インステップにストレッチ、ドローストリング、スタイル止め、チャンキーブラックトラックソールとなってまして、呪文みたいな文字が並ぶんですけど、で、まずはですね、商品説明の上からいろいろ紹介していこうと思うんですけど、まずこのブラックランニングスニーカーっていう表記になってるんですけど、まあデザインのところですね。まあ、デザインのベースはランニングスニーカーをベースとしております。で、その次に気になるところで、アッパーにブローキングディテールってなってるんですけど、あんま聞き慣れないワードだと思うんだよね。自分もこの部分を指してる部分だと思うんですけど、これね、手を突っ込んでみると分かりやすいんですけど、はい。中がね、こんな感じで見えるようなスニーカーになってるんですよね。もちろん全面ではないんですけど、例えば白のソックスを履いたりとかするとちょっと白が見えたりとか、するようなデザインになってますね。まあ、簡単に言うと肉抜きされたミニ四駆みたいな。わかるかなまあそういう部分も相まってね、結構軽快なデザインのスニーカーになってますね。で、こちらフロントがコンビ素材ってなってるんですけど、意外とね、近くで見るといろんな素材に異素材になってて、それこそレザー調の素材の部分もあれば、まあ、スウェード調の部分もあって、あとはスポーティーなね、ナイロン素材っぽいルックスのところもあって、黒で統一されてるからこそあんま分かりづらいんですけど、表情豊かなスニーカーになってますね。で、最大の特徴なんですけど、このフロントの部分がですね、シューレースデザインではなくて、こんな感じで、はい、ドローコート仕様になってるんですよね。いや、これ相当珍しいなと思って、まあ、近いところで言うとサロモンのスニーカーとかに近いなっていう印象です。で、これを店頭で見た時に、サロモンとバレンシアガを足して2で割ったようなスニーカーだっていうのが結構率直な意見です。で、そこにね、チャンキーソールを搭載してるってことなんですけど、まあ、チャンキーソールっていうのがね、もう俗に言うこんな感じのボリュームソールのことを指しますね。いや、このスニーカーパッと見た時にすごいかっこいいなって思って、もちろんね、バレンシアガっぽいルックスもあるんですけど、なんかそこに留まらないというか、なんかしっかりね、オリジナリティも出されてるなっていう印象で、なんかスポーティーなデザインの中になんかモードを感じるような雰囲気になってるんですよね。まあ、ただただ黒いスニーカーでだけではなくて、さっき言ったようにね、フロントに異素材使いがされてたりとか、まあ、シューレースデザインじゃなくてドローコード仕様になってたりとか、結構工夫が多いなって思いました。で、こちらのスニーカーに関してはどんな合わせ方するかなと思ったんだけど、なんかスラックスとか合わせてもね、なんか上品なルックスのスニーカーにはなってるので、程よくスタミングもまとまると思いますし、チャンキーソールっていうところでね、ソールにボリュームがあるので、なんかショーツとかそういうものと合わせてもバランスよく履けるんじゃないかなと思っております。まあ、あとはね、最大の特徴であるこの中の部分が見えるっていうデザインになってるので、例えば黒いソックスを合わせたら、まあ、違和感なくね履けると思うんですけど、もちろんね、白いソックスとか合わせるのもいいですし、例えばこんな感じで中に色物のソックスとかそういうものを合わせてもすごくね、面白く合わせられると思うし、他のスニーカーではね、なかなか合わせられないようなコーディネートになってるので、なんかそういうところをいろいろ試してみたら面白いんじゃないかなと思います。なんで全身はブラックのスタイリングでも、なんか足元に例えば赤とか蛍光色のソックスを中に持ってくるだけで、なんか例えばトップスに蛍光色とか持ってくると結構難しかったりもするんですけど、ワンポイントで使うとおしゃれにね、使えるところもあるから、結構可能性が広がる一足ですよね。こちらね、冒頭でも言ったようにお値段が7990円のところもあるから、お試しの気持ちでもね、結構チャレンジできるようなアイテムだと思うので、気になった方はね、ぜひチェックしてもらえたらと思います。はい、以上ですね、購入したスニーカーの紹介になります。
ありまして、ここからはですね、購入者はないんですけど店頭で見て、あ、これおすすめだなと思ったスニーカーを他に4つまとめているので、そちらね、順にご紹介していこうと思います。はい、それではね、まずおすすめのシューズなんですけども、こちらになります。はい、こちらのアイテム名がですね、デコンストラクションハイカットスニーカーとなっておりまして、まあ、これは呪文みたいな名前なんですけど、パッと見ね、見た時に思ったのが、なんかいろんな素材がドッキングされてるんですよね。なんかこのドッキングされた雰囲気が、なんかどことなく境みたいな雰囲気を感じるなと思って、まあ、この雰囲気を醸し出すスニーカーって、なんかスポーツブランドとかからなかなか出ないじゃないですか。なんで、希少価値も高いなって思ったんですよね。しかもこちらのスニーカーに関しても、さっき自分がね、購入したものと一緒で、なんかいろんな異素材が使われてるんですよ。まあ、商品ページのね、素材にもあるように、本当にいろんな素材が使われてて、まあ、ナイロン、レザー、ポリエステル、コットン、ゴムっていうところで、まあ、一つのシューズの中にね、もういろんな要素が詰め込まれてるんですよ。しかも、異素材をこんだけ混ぜてても、デザインとしては結構統一感があるところで、いいバランスだなって思ったんですよね。で、ソールに関してもね、なんか程よく有素加工とか、なんか表情が描くような加工になってるので、そういうところも深みがあっていいなと思ったんですよ。まあ、有素加工はね、施してるとはいえ、汚らしい印象ではないので、もちろんね、綺麗めな加工に合わせてもいいですし、もちろんデニムとかカジュアルな格好に合わせてもどっちにも対応できるアイテムだと思うので、普段ねコンバースとかそういうものを履いてる方でもなんかちょっと違う表情をプラスできるスニーカーだと思いますし、値段に関してもこんだけね凝ったデザインにはなってるんだけど19,900円で購入できるので、これはね刺さる人にはすごい刺さるんじゃないかなと思いました。はい、それで次におすすめのシューズなんですけども、こちらになります。はい、こちらがですね、チャンキーヒールローファーになります。で、こちらのアイテムなんですけど、お値段は7,990円となってて、素材に関しては、レザー調にはなるんですけど、本革ではないんですよ。ただ、店頭で見た時に、あんま安っぽさっていうのは一切感じなかったですね。しっかり7,990円で買っても、満足できるようなクオリティにはなっておりました。いや、今、市場でこの価格で、結構ボリュームソールのローファーで探すとなかなかなくて、まあ、ゾゾタウンとかでも、なんか1万円前後で結構めちゃめちゃ売れてるやつがあるんですけど、まだね、値段っていうのは崩れてないんですよね。まあその中でルックスもちゃんとしてるし、まあ、価格もねお求めず買えるっていうところで言うと、これねめちゃめちゃ探し方多いと思ったんですよ。いや自分自身はねあんまりローファーって履かないんですけど、人によってはとりあえずローファー持っとけばスタイリングいろいろ合わせられるっていう方もいるぐらい、結構足元の定番アイテムでも今なってるので、まあ、こういうアイテムってねやっぱ今探しても結構値段高いもの多いから、結構チャレンジしたくてもなかなか一歩踏み出せなかった方多いと思うので、まあ、8,000だったらね比較的試しやすい価格にはなってると思うので、ぜひねこちらもチェックしてもらいたいと思っております。まあ、多分こっからね夏に向けて、あと秋冬に向けてもこの手のボリュームソールのローファーめちゃめちゃ増えてくると思うから、もう早めに取り入れたい方に関してはマジで今のタイミングで履いた方がいいかもしれないですね。はい、それでですね次のアイテムになるんですけども、こっから2つはですねサンダルを紹介しようと思ってまして、サンダルねちょっと早いなって思う方いらっしゃると思うんですけど、結構ザラの店頭ではね結構豊富に揃ってて、プラス2021年春夏に関しては例年以上にサンダルが調子いいような雰囲気を自分感じてるので、ちょっとねそちらでご紹介していこうと思います。まず1つ目がですね、レザークロックサンダルになります。こちらお値段がですね9,990円となってるんですけど、いやさっきのスニーカーとかローファーより高いやんって思うかもしれないんですけど、いや結構これね凝ってましたね。まずこちらですね、サンダルにしては1万円近く値段はするんですけど、まあ、素材はね本革を使用しております。なんでねサンダルってカジュアルな印象のアイテムではあるじゃないですか。ちょっと抜け感があるというか、まあ、それでもしっかりね雰囲気としては引き締まった印象を与えてくれるサンダルでしたね。でこんな感じでね画像で見ると分かるんですけど、サンダルとはいえですね先っぽの部分が開いてないんですよ。通称ね突っ込み型って言うんですけど、まあ、代表的なところで言うとビルケンのボストンかな、こちらのモデルに結構比較的近いんじゃないかなって思いますね。まあ、けどねビルケンとは違ってブラックのレザーで統一されてるので、まあ、どこが上品なルックスとフロントのねベルトデザインがまた上品さっていうのを醸し出してくれてるので、デザイン的にもねすごい秀逸なんじゃないかなと思いましたね。まあ、去年ぐらいからねこのモデルのサンダルめちゃめちゃ市場では増えてて、ちょっと、ね、緩めのリブのソックスとショーツを合わせて履いてる方だったりとか、結構、ね、デニムだったりスラックスだったりいろんなね合わせ方してる人を街でも見てきたので、まあ、自分自身もこのモデルの形結構気になってました。まあ、個人的にもこのサンダルはなんか1万円ぐらいだし、まあ、本革でこのルックスだったらちょっと欲しいかなと思ってるんですよね自分自身も。なのでちょっと迷っていこうと思います。はい、それで次のシューズなんですけれどもこちらになります。はい、こちらがですねレザーフラットサンダルになっております。でこちらのサンダルに関してはですね画像でこんな感じなんですけど、さっき紹介したサンダルとは違ってつま先の部分はね足が出る仕様があるんですけど、足の甲の部分をですねしっかりした面積で覆ってくれてるので、サンダルではあるんですけど、まあ、こちらもあんまりカジュアルというか抜け感があんま出なさすぎるようなバランスのサンダルになってますね。なので普段きれいめな格好してる人でも抵抗なく取り入れられるデザインになっております。まあ、商品ページの画像にもあるんですけど、こんな感じで、まあ、スラックスと合わせてもねどことなく
くレザーシューズと合わせるようなルックスにもなってるので、これ結構ラフなスタイリングだけど、なんかだらしなくなりすぎてないですよね。極論ね、セットアップにこのサンダルを合わせてもすごいバランス取れてるんじゃないかなと思いますね。でこちらのサンダルに関してはね、お値段が5,990円のところで、もう安いなって思ったんですよ、デザインに対して。しかも素材が 100% 牛革を使用しているので、コストパフォーマンス的にも相当高いなって思ったんですよね。でフロントの部分もマジックテープで調整できるようなデザインになっているので、なんかサンダルってデザインによってはなんか足に合わなくてなんかカポカポするみたいなことあるんですけど、これに関してはその心配がないっていうのも自分としてはねプラスのポイントでしたね。はい、っていう感じですね、実際購入したこちらのスニーカーのご紹介と、でね今ザラさんの店頭で買えるおすすめのスニーカーを他に4つご紹介させていただきました。結構ね幅広いジャンルっていうのを意識しながら結構ピックさせていただいたので、何かしらね一つが刺さってくれたら嬉しいと思っております。改めてね最初に触れたところではあるんですけど、メンズのザラのシューズカテゴリーは年々充実してるなところもあって、ちょっと前はオニーっぽいスニーカーだったりとか、それこそねブランドのオマージュ色が強いものだったりとか、そういうものが多かったんですけど、最近はねいいバランスのアイテムっていうのも本当に店頭に増えてたので、自分自身もね見てて面白かったです。でちなみに今回ねシューズをまとめてご紹介させてもらったんですけど、別の動画でですね今ザラさんで実はこのカテゴリー熱いっていうものを見つけてきたので、そちらね別の動画でまたご紹介させていただければと思っております。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画はですね少しでも参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。あとですね概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりまして、日々ファッションのことだったりとかファッションニュースとか発信させていただいているので、そちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。